はい、皆様こんにちは、大瀬姫と申します。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はさそり座の皆様の3月の21日から運気がすごく変わるので、厳密に言うと4月から9月までの流れをしっかりと今日は見ていきたいと思います。はい、選んでいただきたいのはこちらのね、3つのボトルからご用意し、選んでください。白のボトル3、ピンクのボトル3、グリーンのボトル3、もしくはこちらのカードから選んでいただいても大丈夫です。はい、いかがでしょうか。全体運、恋愛運、仕事運など細かく見ていきたいと思っております。じゃあ早速白のソルド3から見ていきたいと思います。あ、ちなみにさそり座さん、9月の厳密に言うと9月の11日以降、とても楽しい時間、キラキラした時間が来るみたいですよということを、はい、まずお伝えさせていただきます。はい、じゃあ白の、ね、皆様からじゃあ早速見ていきたいと思います。他のカードは少し、はい、じゃあ早速白のソルドさんから見てみましょう。全体の流れ、半期のテーマ、全体の流れ、アドバイス、恋愛運、仕事運、金運ということで見ていきますね。はい、まずこちらが、はい、この半期のテーマ、おお、トラスト、すごく素敵なカードが出ましたね。あの人を信じることですね。ほう、はい、信じる。このトラスト、もしかしたらこうね、例えば信じられないとか、こんな状態でどう信じたらいいのみたいなね、そういうことがもしかしたらあるかもしれない。心の中にささ波が立つような、そういうことがあるかもしれないけれども、それでもあの人をとか自分の人生を信じること、それがとても素敵なこと、この半期のテーマとしてまず出てるような気がします。はい、じゃあこれがね、全体の流れ、はい、見てみましょう。ほう、忍者のリバースと皇帝か。なんか仕事が忙しい6ヶ月になるのかな。もしかすると人との距離が少しできたりとか、なんかこう近寄りがたい雰囲気がもしかしたら白のソルトさんにあるかもしれない。でも仕事運はね、すっごく強いと思う。あとこう慎重になりすぎる部分もあるのかなと思ったりもしました。自信を持って堂々と、なんかね、こう行けたらいいなって感じがこのカードから見て思いました。はい、じゃあ次はね、はい、これが金運です。見てみましょう。金がね、リーダーシップ4、ポテンシャル、はい、なんかこのね、リーダーシップとこのね、皇帝っていうカードがなんかリンクしてるなって感じがするんですけれども、なんかね、自分で引っ張っていく、これなんか金運なんだけど、こう、なんかこう、なんて言うんでしょう、役職手当みたいなね、そういうものもなんかね、入ってきそうな気がしますよね。家族手当とかね。あとはこう、お金を稼ぐ能力がこの白のボトルさん、すごくありますね。すっごく、大きなお金を手にすることができるよと。で、この半期もこれはかなり黒字になると思います。案外これは大きなお金入ってくるんじゃないかなって感じがしてます。金運良さそうですよ。で、これが
で、これがね、はい、仕事運です。はい、見てみましょう。山、おお、かなり強烈なカードが出ましたね。あー、なるほど。今までの地位を、例えばこう守るのが難しかったりとか、そういう可能性あるかもしれない。あ、でもそれでもな、私、白のソルトさんはきっとね、これ頑張ることができると思うんだよね。あの、案外ね、こう難問がこう次々とやってくるような状態になるかもしれない。でもそれでもね、白のソルトさんはね、投げ出さないと思う。あの、このね、孤独感、そういうのはあるかもしれない、あるかもしれない、リバースだしね、あるかもしれないけど、きっとね、この辛い状況も乗り越えていけるんじゃないかな。そういう、本当、それこそ本当にポテンシャル、それを感じるような気がします。なるほど、なるほど。はい、で、これが恋愛運です。恋愛運4枚出てます。おー、はい、はい、これがね、恋愛運。まずね、これ出会いっていうところから見ると、なんかね、飲み会とかね、そういうところからの出会いってありそうですよね。で、もしかしたら一気にこのハネムーンっていうところまで行く人もいるかもしれない。で、あとね、この複雑な恋愛を今してる人とか、もしかしたらね、まあ、この半期でする人とかいるかもしれませんね。いろんな出会いがありそうだから。で、もし例えば今白のソルトさんが、例えばね、複雑な恋愛をしていて、あの人との連絡ね、あの人とまた会えるとか、連絡を待ってるっていうことになるのであれば、なんかね、二人の関係がこう船に乗ってこう前に動き出せるよとか、またこう楽しい雰囲気であの人に会えるよっていう可能性も出ているんじゃないかなっていう感じ。こう仕事はね、もしかしたら辛いのかなって思ったんだけど、恋愛運は前へ動いていけるような、そういう流れのような気がします。はい、これアドバイスです。おー、はい、お、ロマンス出ましたね。はー、なるほど。あ、よかったですね。やっぱりね、解決できる。なんかね、あの人と仲直りできるって出てるんですよね。で、それが、まあ、ここのね、トゥルースに関係、あ、トラストですね、に関係あるのかなって気がするんですけれども、やっぱりこう、許すこと。あの人を許すこと、自分を許すこと。そして、このね、心の笑顔。白のソルトさんの笑顔を忘れないこと。そうするとまたあの人と恋愛がね、向かい合って恋愛ができるよっていう、そういう状態になりそうな気がします。アドバイスはとてもね、こう優しいカード出てますね。はい、じゃあね、月々の流れ見ていきたいと思います。6月山か、7月が家、8月が木、9月があの人のカードです。はい、じゃあ2列目のカード見てみましょう。
クローバー、鳥、ユリ。お、ハートが出た。ね、嬉しいですね。はい、そして3列目のカード見ていきましょう。5月むちゃくちゃいいですね。ものすごくいい。で、6月、あ、ちょっと辛そうだな。で、7月。いいですね。8月。9月。なるほど。はい。はい、このカードの見方なんですけれども、ここのね、3枚。1つで1ヶ月と見ます。で、4、5、6、7、8、9って感じで出しています。で、今ね、すごくいいなって思ったのが、この5月。5月と7月なんですよね。で、9月に関しては、今まで頑張ってきた人は、なんか嬉しい結果が出るっていう流れにも取れるような気がする。で、ね、4月からじゃあお伝えすると、これね、会社の人間関係がね、早速やってきそうな気がします。まあ、移動でやってきた上司とかね、例えば、こう、そういう人となんかこう、反りが合わないというか、こう、なんかこう、うまく、いかないのかな4月がね。なんかこうそういう感じでこうストレスをすごくこう感じたりとかしそうって出てる。でもね、5月がこれね、恋愛、これ仕事もいいんじゃないかな、なんか人間関係が少しこう柔らかい雰囲気になるって出てるんですよ。なのでこれはね、皆さんの方から動いていくことって出てるんだけれども、とても素敵な人に、例えばこう友達を介して例えば出会ったりとか、あととてもなんか素敵なデートができたりとか、出会いにおいても恋愛においても、あとね、復縁ですね、復縁においても可能性あるのかなって感じがしました。で、逆に6月がね、ちょっとこれしんどいですね。これなんか、これ仕事恋愛、両方言えるかもしれないけど、物事がこう進めなかったりとかね、なんかこう嬉しくないニュースが入ってきたりって感じで、案外体も心も6月はね、少ししんどいかもしれない、こう孤独感とかを感じるような流れになるのかなって思ったりして、無理しないでくださいね、6月は。で、逆に7月は打って変わって、平和。なんかこれはテレワークとか在宅、あとは家で仕事をする自営業の人とかはいい口コミがどんどん広がってきて、金運とか、なんかね、恵まれるよ。なんかすごく伸び伸びしてる感じです。で、人によっては家デートとかもすごく楽しいのかなって感じがします。で、8月が恒例なんか恋愛ですね。ライバルが出てきたりとか。それでなんかこう心配で不安でたまらないみたいな、そんな状態になるのかもしれない。そっか。なんかね、こう、あんまりこう、この人のペースに巻き込まれない方がいいような気がするな。まあ、どこでもこう、少し意地悪い人とかね、会社でもいたりしますよね。恋愛だけじゃなくって。なので、恋愛で言ったら、こう、ライバルの出現とか、そういうことも考えられるし、もし、複雑な恋愛をしているのであれば、このね、8月っていうのは、妻バレとかは気をつけといた方がいいかもしれないなって思いました。で、9月。これね、もしね、妻バレが、をした場合は、9月、あの人と、これね、少し距離が空いてしまう可能性があるんだけれども、そうじゃない場合は、今まで頑張ってきたことが実る可能性もあるよと出ております。
はい、ということで、ね、白のソルトさんにとってのラッキーな星座見ていきましょう。はい、2星座出していきたいと思います。はい、じゃあこれがね、はい、これが、はい、おひつじ座ですね。おひつじ座の皆さんと、あとはこれが、はい、サソリ座さんですね。うん。で、あの、皆様と一緒の星座の人が、はい、相性がいい星座と出ています。で、あの、今回ね、ちょっと気になったのが、仕事運がとても気になりました。うん。で、ね、まあ、ここ、ね、今さっきのカード。まあ、これもそうなんだけれども、ね、いわゆるこう、上司っていう人となかなかコミュニケーションが取れないとか、扉が開かないとかね。で、ここの仕事でも、うん、まあね、かなり、あの、ね、こう、ハードなカード。っていうか、ここのカードと全く一緒ですね。棺桶と山。ね、これもね、棺桶と山のカードが出てるので。もしかすると、6月ぐらいに何かこうね、嬉しくないニュースとか、こう会社のこととかね、なんかね、出てくるかもしれない。でも、7月からなんかね、家で例えば仕事をしたりとかね、こうそういう感じになっていきそうな気がする。状況は変わるかもしれないけれども、それは決してネガティブではないよっていうこと。うん、それをお伝えしたいなと思いました。はい、これが白のソルトさんです。はい、じゃあ次はピンクのソルトさんを見ていきたいと思います。はい、じゃあピンクのソルトさん見ていきますね。はい、これがね、半期のテーマ。そして全体運、アドバイス、恋愛運、仕事運、金運として見ていきます。はい、まず見てみましょう。はい、これが半期のテーマ。Forgiveness ですね。なんかね、この女性が、なんかね、こう、まあ、滝みたいなところを見つめながら、すごくこう光るものをこう手にしているような。なんかそれがね、許す心。あの人を照らす心なのかなというふうに思いました。こう、慈悲心というかね、そういうものがこの半期、こう必要になるかもしれないって、もしかしたら天使様は言ってるのかもしれない。はい、これがね、全体運です。うん、そっか。戦車のリバースと審判のリバース。なんかね、物事がなかなか進めなかったりとか、白黒がつかなかったり、こう、会いたい人にもしかしたらなかなか会えないっていうことも考えられるかもしれない。うん。で、距離ができるっていうことも考えられるので、そういうところで障害になることもあるのかな。これね、全体運なんですよね。だから少し空回りをして、ね、したりっていうことあるかもしれないけど、それがどこに来るのかっていうところで、きっとね、これからのカードに出てると思うから、まずは仕事の流れから。はい、じゃあ見てみましょうね。仕事。はい、いいカード出ましたね。ライダーと月と雲か。なんかね、とてもね、感受性が豊かなカードなんですよね。で、それに向かって、ピンクのソルトさんがこう動く。うん、自分のやりたい仕事に向かって、感性を活かすような仕事。ただ、心の中のストレスがすごく大きかったりとか、例えば、今、なんかね、人気商売。そういう風なものされてるのであれば、自分の人気が陰ってくるのかなとか、そういう不安とかもあるかもしれない。でも基本ね、会社員の方でも、仕事運いいと思います。ただ、なんかこう、
目に見えない不安、それはこう心の中にこうあるような、でも決して悪くないよと、好きな仕事ができてるよっていう感じで見えました。じゃあ次が金運です。はい、金運の流れ、フォーカス、テイキングリスクス、はい、でインナーピースですね、これね。はい、これね、金運、あー、なんか一か八かみたいなところがあるのかな。こう入ってくるとすごく大きいんだけれどもって感じで、今さっきねこちらのカードでも思ったんだけれども、あんまり会社員っぽくないなと思ったんです。だからそういう意味でこう収入のこう不安定さっていうのはあるかもしれない、この半年でも。自分のやりたいことをやりながら大きなお金も入ってくるよと、ただ安定性は毎月一緒とかじゃなくて、不安定なものがあるけど、でもこれは不安定さあるんだけど、でもそれでもねプラマイプラスだと。はい、で恋愛運の流れ、はい、これがもうね、これね、音信不通のあの人と連絡を取るってことなのかな。少しね注意が必要とは出てるんだけど、でもこれは可能性はあるんじゃないかな。ピンクのソルトさんがね、とてもこう魅力的になることによって、こうあの人がこう今までと違うんだっていうことを認めてくれる可能性がある。そうするとあの人との連絡とか再会っていうのがスムーズになっていくのかなって感じはね、これはするような気がするな。今さっき仕事の流れでね、カードは良かったから、もしかするとここ今さっき出てたこのカードが、ね、もしかすると恋愛の方で現れてるのかもしれない。でもね、可能性はありますよ。で、これがアドバイス。ほう、新しい道。で、これが、はい、ピンクのソルトさん次第だよと。近いうちと出ましたね。テイクアクション。あ、これすごいポジティブなカードですね。これピンクのソルトさんの努力が叶うんじゃないかな。あの人が連絡を受け取ってくれるような、返信をしてくれるような気がしますね。で、その前にピンクのソルトさんがとてもね、こう前と変わったっていうところを、いわゆるこうアピールする必要があるのかもしれない。これですね。で、そのためには仕事とか、こうね、好きな仕事でキラキラするとか、そういうことがとても大切なことだよって言ってるような気もする。はい、じゃあ見てみましょう。今からね、はい、じゃあ月々の流れ、見てみますね。
しました。これですね、3枚1組で1ヶ月と見ます。で、ここ4月です。4、5、6、7、8、9って感じで見ていくんだけど、4月ね、悪くないんですよ。でもね、ネズミが出てるから、なんかね、嬉しい情報とか素敵な出会いとかがあっても、なんかね、最初は少し空回りしてしまったりとか、なんかこう連絡先のミスっていうのはね、今多分ないとは思うんだけれども、なんかこうタイミングが合わなかったりとか、そういうのあるかもしれないけど、すごいこう出会いがこれはあるんじゃないかなとまず思います。で、今さっきこう連絡ね、取るっていうカードなので、もしかすると4月早速なんか連絡が取れるチャンスがあるかもしれないと出てます。返信がね、もしかしたらすぐは来ないかもしれないけど、あの人には届くんじゃないかな。で、5月がこれも仕事運、出会い運とか良さそうですね。とにかくコミュニティに人が集まるって出てるので、こうピンクのソルトさんの人気運が高まったりとか、こう、まあ、海外とかそういう遠くからもピンクのソルトさんのファンがこういるような、作れるような、そんな感じになるかもしれません。で、6月がね、これ釜のカードが出てるんですよね。なんかね、今まで順調に来てた人はなんかこうちょっとガクンってなるようなことになるかもしれない。例えば売上とか、これぐらい欲しいなって思ってたんだけど、6月に関してはそれが届かなかったりとか、あとはなんかこう誹謗中傷とかね、なんかこう人気があるゆえに、人気があるゆえに、なんかこう、なんていうのかな、嫉妬されるとか、そういう可能性も6月あるのかな。で、まあ事故とかですね、アクシデントとか、そういうことにも気をつけといてください。なんかね、あとは、まあね、手術とかメスを入れるとかね、そういうことも気をつけてください。6月。で、7月いいですね。なんか恋愛運、こうね、あの人と橋渡しができるとかね、なんかこの時に何かあるかもしれませんね。仕事上での出会いとかかもしれないし、連絡取りたいあの人と連絡が取れるっていう感じかもしれません。仕事もいいです。で、8月が、これがね、コミュニケーション運があんまりこう低下しちゃってるんですよね。物事がこれはゆっくりしか進まないって出てるので、この時は焦らなくていいよと、むしろこう不必要な情報に振り回されなくていいよって感じで、9月がね、これがね、あの人のカードが出てるんですよ。あの人と例えば複雑な恋愛をしてる人はなかなかね、会えなかったり、この恋が進みにくかったりっていうのが9月、もしくはあの人、もしくはね、ピンクのソルトさんが例えば学生さんであれば、こうなんかその勉強の方とか研究の方が忙しくてなかなか時間が取れないっていう可能性もあるかもしれないと出てます。ということで、はい、これがこのね、ピンクのソルトさんにとってのラッキーな星座を2星座見ていきたいと思います。はい、じゃあ見ていきますね。はい、まずこれはですね、はい、スコーピオン、同じサソリ座さんですね。サソリ座さんと、はい、あとこれは、獅子座さん。はい、サソリ座さんと獅子座さんがピンクのソルトさんにとってラッキーな人というふうに出ました。よかったら参考にしてみてください。ね、なんかこう可能性はなんかね、復縁とかもすごくあるんじゃないかなっていう嬉しいカード出ました。
じゃあグリーンのソルトさん見ていきましょう。はい、半期のテーマ、全体運、アドバイス、恋愛運、仕事運、金運ということで見てみますね。はい、じゃあ見ていきます。テーマ、はい、ジャスティスです。正義ですね。はい、これなんかね、バランスがきちんと取れることとか取ることとか、なんか仕事と恋愛のバランス、あの人と愛すること愛されることのバランス、なんかね、いろんな人間関係のバランス、それがね、この半期のテーマになってくるような気がします。はい、これね、全体運です。フール、おー、ペイシェンス、リバース、やりたいことをやるのはすごくいいと出てます。ただそれには責任が伴ったりとか、やりたいことがあるんだけれども、なかなかこうそれに対して動けないでっていう感じ。それがどうしてかっていうと、このね、バランスっていう周りとの調和、それを考えるのかな。でもすごく魅力のある人です。とても明るくて天真爛漫みたいな、そんな感じがするな。わかりました。じゃあ次はね、はい、ここで仕事運見ていきましょう。お仕事運2枚かな、ちょっと待ってくださいね。カードが2枚なのかな、あ、違うね、3枚だね。はい、じゃあ仕事運、はい、見ていきましょう。鳥、あ、はい、はい、まずね、仕事運は、はい、この半年とても安定してるみたいです。物事が、今まで頑張ってきたことが形になるよとか、そういう感じなんですよね。だから、まあね、このこうお城の中でグリーンのソルトさんの、例えば席とかね、立場とか会社っていうのが守られてる、そういう感じが出ていて、もしかしたらこのお城の中で恋愛をしてる人もいるのかもしれませんね。出会いとか恋愛とかっていうことも出てるかなって感じで、はい、仕事もね、これ安泰だと思います。はい、そしてこれが金運です。はい、じゃあ金運見てみましょう。はい、セキュリティとチェンジとトゥルースですね。そうだな、なんかとてもお金の扱いとかはこう慎重なのかな。貯蓄とかもね、案外頑張っているような、で頑張れるような気がします。でこのチェンジ、何かね、お金の使い方とか入ってくる方法が変わる可能性があるのかな。私もしかするとピンクのソルトさんって案外ね、大きい企業だったりとか病院だったりっていう感じがするんだけど、ここでジャスティスって出てるので、もしかするとこう2つの仕事をなんかする人がいるのかな、出てくるのかな、そこからの収入の可能性もあるのかなっていうふうに出てます。はい、でこれが次がまずね、恋愛運です。はい、恋愛運が、おー、強いカードですね。はい、なんかこう運命の人になんか出会えるとかいうか、一目惚れするとか、なんかあの人とはやっぱりこう離れられない関係、この半期もしかしたら2人っきりで旅行に行けたりとかする人もいるのかなっていう感じ。かなり熱い恋愛運のような気がします。とても素敵なカード。はい、じゃあアドバイスです。お、 You are ready とレッドゴーと今じゃない、あー、はい、なるほど、これがね、アドバイス、あー、わかりました。あー、これね、あ、なんかね、自分から行くっていうよりは
なんかね、きっとね、グリーンのソルトさんは、ご自分ではいろんな準備、もうね、できてると。例えば、あの人に対しても、仕事に対しても、できてるんだけれども、なんかね、まだね、今じゃないんだよねって、天使様が言っていて、で、自分が、から動くとか、自分からアクションを起こすっていうことに対しては手放しましょうかと。じゃあどうしたらいいのかっていうと、自分から動くんじゃなくて受け身。この半期はどっちかっていうと、こう、なんかね、人の顔色を伺うわけではないんですよ。でもこのバランスっていうのがとても大切みたいで、自分からね、なんか連絡する、動くとかっていうよりは、あ、どっちかっていうと待っときましょうかみたいな、そういう感じが、今回ね、天使様のカードで出てるような気がする。はい、じゃあ見てみましょう。4月から9月までの流れを見ていきたいと思います。6月、むちゃくちゃいいですね。ここで蛇か。星、あ、ここ8月もいいですよ。9月が鎌か。なるほど。はい、このカードの見方です。これね、3枚で1ヶ月って見るんだけれども、4、5、6、7、8、9っていう風な感じで見ていきます。で、4月、これは、なんかね、もちろんいろんな見方できるんだけれども、もし、グリーンのソルトさんが何かしたいっていうのであれば、まだね、ピンクのソルトさんの能力がね、もう少しあった方がいいよっていうことで、勉強したり、なんか修行したり、っていう感じで、あ、自分がもっと頑張らなきゃいけないなっていうことに気づくような出来事っていうのがあるかもしれない。で、もしかするとこれね、秘密の恋っていう暗示もあるので、例えば秘密の関係のあの人との間に、例えばね、赤ちゃん、子供ができる可能性もあるかもしれないし、もしかしたらあの人に例えば子供がいたっていうことが分かるとかね、そういうことも考えられるのかなと。あとは今、ね、グリーンのソルトさんが例えばね、片思いしている人がすごく年下で、なんかね、秘めた恋をなんかね、こう1ヶ月過ごすような、そういうことも考えられるなと。で、5月が、なんかね、これ同じタワーが出てるんだけど、これ仕事の中だよね。会社の中で不満とかストレスとか、なんかね、こうオーバーワークなんかしそうで、すごく不満が出てきそうなのが5月です。で、6月はね、すごく幸せなカードが出てる。人間関係、恋愛、とても大良好です。素晴らしい人との出会いとか、素敵なデートとか、なんかね、あの人と連絡が取れるっていう人とかもいるのかなって感じ。で、7月が、クローバー。そうね。
仕事上で、悩む可能性、嬉しいオファーとかがあるのかもしれない。そこで今の会社と次の会社どこに行こうとかね、そういう迷うっていう可能性が7月で、8月はね、このね、夢が叶うって出てるんですよね。で、精神的にもすごく穏やかで、上司との関係がすごく良好、ご両親との関係もすごく良好って出てるから、8月、なんか穏やかな1ヶ月を過ごせそうな気がします。で、9月がね、これね、吉か凶かって感じのね、カードが出てるんだけれども、なんかね、赤ちゃんを望んでる人、ね、来てくれる可能性ある、あるのかなっていうことも考えられるし、なんか家の中ですごく大きなトラブルとか、喧嘩が発生するかもっていう感じで、この鎌がね、なんかどっちにも取れるカードなので、今まで頑張ってきたことがある人はそれが実るし、今まで順調に来てた人っていうのは逆に家の中のトラブルとか、例えばね、空き巣とか、そういうのにも気をつけてねっていう感じかな。あと引っ越しとか移動っていう可能性もあるので、今までの家から引っ越すっていうことも考えられる。っていうことでね、流れがね、6月すごくいいんですよね。6、7、8。で、よくって9月は人によって吉か凶かみたいな感じです。で、赤ちゃんを望んでる方は、6月、6、8、9。これがチャンス、なんかね、赤ちゃん来てくれるのかなって感じはします。ということで、ラッキーな星座を見ていきましょうね。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、グリーンのソルトさんにとってのラッキーな星座、リブラだから天秤。はい、あとこれはレオだから獅子座ですね。天秤座と獅子座の方がグリーンのソルトさんにとってラッキーな星座として出ています。はい、よかったら参考にしてみてください。